地の池南港は、大分県別府市の田にある、地の池地獄の沈殿物を用いた、一般用医薬品の南膏である。別府市に所在する有限会社、副先生役所が製造し、地の池地獄が販売する。正式名称は、別府地の池南港地獄の名称は現在、地の池と表記するが、南港の名称は、地の池と表記する。 血の池地獄日本有数の温泉地、別府温泉には、超高温泉の噴出する地獄がいくつも存在する。そのうち芝石温泉の血の池地獄は、文語国風土期には赤湯泉、万葉集には赤池として登場する。血の池の由来でもある池の底の赤い沈殿物に、薬光成分が含まれることから、古くからこれを採取して、南高とし利用してきた。 明治時代には販売されていたことが記録に残っており、当時は改革に詰めて売られていた。現在販売されているものは、容量 22g で扁平なプラスチック容器に入っている。軟膏の色は濃厚な赤茶色。極めて年長で、独特の強い薬品種を持つ。外袋は、紙製の封筒で、青地に牙を剥き出しにした赤鬼を上に据え、背後に、 地獄の池と湯煙を思わせる絵を重ねて、真ん中に、別府地の池南港左右に、家庭常備、皮膚病薬師と、筆書きのロゴを配している。なお最近では、この外袋のデザインを用いた、T シャツも販売されている。最も大きな割合を占め、主要な薬光成分となっているのが、地の池地獄の、恒例である。これは、 湯の沈殿物のことであり、いわば温泉成分を濃縮した存在とも言える。血の池地獄の泉質は含む鉄線の一種の酸性マイナス鉄硫酸塩であり、慢性皮膚病に効能がある。鉄化合物の沈殿であるため赤色を呈している。このほか、薬効成分として硫黄と木タールが用いられている。硫黄は角質を軟化させるとと,ともに殺菌作用を持つ。 一方、モクタールは、赤松や黒松の木部から取れる成分で、炎症やかゆみを抑えるとともに、異応同様殺菌作用を持っている。どちらも効能が、湿疹や白癬に類する、皮膚病に特化しているのが特徴である。また、双方とも独特の薬品種を持ち、モクタールに関しては、色が黒い。軟膏の濃厚な赤茶色や、薬品種は、高低とこれらの成分による、 機材は、黄色アセリンで、成分中、約30%を占め、高低に次いで、含有量が多い。タムシ、水虫、白モ海鮮、やけど下焼け、ヒビ、赤切れ。このように多くの皮膚病に効くとされているが、実際には白線に類する、皮膚病の薬として使用されてきた経緯があり、 中んずく水虫に関しては専用の薬ができるまで水銀軟膏と並んで有効な民間治療剤とされていた。無論その他の適応症に関しても、硫黄やモクタール、黄色アセリンの適応症と重なるため、無根拠ではない。なお、硫黄分が皮膚に対し強い刺激を与えるため、目の周囲、粘膜、外傷や可能のひどい患部には使用してはいけない。また、 ベタベタとしていて、色がつきやすいため、衣類や、シングル類を汚さないよう注意する必要もある。血の池地獄の園内のみで販売されている。販売所は園内にあるが、難航を買い求めるだけの場合にはその旨を伝えれば、入場料を払わずに購入が可能。また、通信販売も行っている。ありがとうございます。